ていただくことにいたします。1回の表マリーンズワンアウトランナーなしで2番の中村、先発は超空振りの三振、続くマーティン連続三振。1回の裏ワンアウトランナーなしで2番の西野、2人のカーブを捉えてライト線のツーベースうまく打ちました。その後3番の中川です、アウトコースを捉えましてタイムリーツーベースヒット。今日はオリックス先制点を挙げまして1対0好スタートを切りました。4回の表です。ワンアウトランナー一塁、初めてのランナーはフォアボール、マーティンが捉えましたね。何度見ても大島さんこれですね、やっぱ打った方がすごいですよね、はい、もう本当にでも挑戦時間取ったら問題ないなというところですよね。2対1逆転、5回の裏ツーアウトランナー2塁で普段これがファインプレーのシーンです。センターの和田いっぱいですか。いやいっぱいいっぱいだと思います。これで支えました。6回裏の攻撃でツーアウトランナーなしで吉田がヒットで出塁します。17試合連続ヒット、さらに5番のジョーンズが続きましてランナー1塁2塁、いい岡田に期待がかかりました。これがねバッテリーがうまかったってね、大島さんおっしゃいましたね、相手の読みを裏を変えた投球ですよね、よく相手を見てたと思います。7回表ワンアウトランナーなし、角中センターへのフライ、さらに加藤ライトへのギリギリのフライ、好投を続けました長谷。少しこの辺でね運がこっち向いてきそうだなっていう状況もあったんですよ ね、 すよね。7回の裏ワンアウトランナー2塁で大島が打ち上げましてセカンドフライで、これで2アウト、トップに帰って前の打席いいターリブをいい当たりの福永レフトフライに倒れまして援護点を与えることができません。この回でしたよね。8回の表ワンアウトランナー3塁2塁で2番の中村というところで1塁ベースは空いていましたが、ツーボールからねここはね1塁も空いているという状況も踏まえて投球が必要だったかなと思います。勝負強く犠牲フライ、キャンは7回3分後に104球でマウンドを降りることになりました。3対1となった場面で、さらにこの後ツーアウトランナー満塁で井上バッターボックス、ピッチャー吉田亮ツーストライクからでした。2点タイムリーヒットとなりまして、これが大きな2点、5対1。ちょっと悔やまれたか吉田亮で、9回の裏ランナー2人を置いて代打松井、期待のバッターだったんですがショートへのところで藤岡ベースを踏んで井上へと送るダブルプレーということになりました。勝ち投手が2期2勝目を挙げました、長役が負けということで1勝2敗。マーティンに連日の17号ツーランホームランが生まれたゲーム。